ワゴナー軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は73,085人であり、2000年の57,491人から27.1%増加した。軍庁所在地はワゴナー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。考古学的研究によればワゴナー郡となった地域に、 西暦300年から1200年までマウンドを建設する華道族インディアンが住んでいた。1820年代にアラバマ州からクリーク族が移住させられてワゴナー群の東部に入った。西部にはチェロキー族が入った。南北戦争の1865年、現在のワゴナー群ではフラットロックの戦いが行われた。スタンドワテイ殉賞とリチャードガの殉賞が率いる。 南軍が85名の北軍兵を捕まえ、干し草を収穫していたものを多く殺した。1905年、セコイア会議でこの地域に2つの軍を創設する提案があった。西半分はこうえた、東半分はためチちと名付けられるはずだった。しかし、セコイア州を作る計画が失敗し、この提案もなくなった。1907年、 オクラホマが州に昇格するときにワゴナー軍も組織化された。ポーターとコーエタの町がワゴナーの町と共に軍庁所在地を競った。軍名は住民投票に勝ったワゴナーの町の名が取られた。ワゴナーという名前はカンザス州パーソンズ出身の夏季鉄道発射係ヘンリービッグフットワゴナーにちなむものだった。アメリカが衆国国政調査局によれば 軍域全面積は591平方マイルであり、このうち陸地は563平方マイル、水域は28平方マイルで、水域率は4.75%である。オザーク高原の一部にある。バーディグリス川が軍を東西に分けている。アーカンザス川が軍の西部と南部の境界を構成している。グランド川も南部を流れている。百四十二年に、 ダムが作られ、人口庫のフォートギブソン庫ができた。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。